はい、ストップ。はい、大丈夫です。香川県小豆島町の寒霞渓で行われたロープウェイでの救助訓練です。観光客が増える紅葉シーズンに合わせて毎年この時期に行われています。訓練は運行中のロープウェイが故障で急停止したという想定で行われ、ロープを使ってゴンドラまでよじ登った救助隊員が取り残された乗客を専用の救助袋の中に入れて降ろした後、名前や健康状態を確認しました。手順で覚えてなかったことや、気をつけないといけないなとも思うところがやっぱり何か所かあったので、今後改善していきたいと思います。今年の紅葉の見ごろは来月中旬ごろになりそうだということで、ロープウェイの運行会社ではこうした訓練を重ね、事故のない安全な運行を続けていきたいとしています。